こんにちは萩原です、えー、バッティングの魅力って皆さんは何でしょうか、えー、私はですね、えー、遠くへ飛ばすボールが遠くへ飛んでいくということがですね一番の魅力ではないかというふうに考えています、えー、幼い頃にですね、えー、小学校の少年野球の時にホームランを打った記憶というのは今でも覚えております、えー、それからですね、えー、野球の虜になったと言ってもですね、えー、過言ではないというふうに 思いますバッティングで遠くへ飛ばす要素というのは3つあります1つ目は筋力そして柔軟性といったところそして2つ目2つ目は技術面ですね、まあ、基本的なところこういったところもしっかりとできていないと打球は飛びませんはいまず最初にですねバットの握り方についてご説明させていただきますこの握り方なんですが小指と薬指ありますよねここで 軽く握るとあと中指人さし指は軽く、ね、浮かすぐらいのつもりですねで握るとまあいいと理由は後でちょっと説明します、えー、次は、えー、構え方まあ一つのポイントとしてバットを持つ際にですねやっぱりですねこう脇を絞ると、ね、普通にこう握るという方、まあ、自然なんですけどもここからさらにですね、えー、肩甲骨肩の後ろのこの肩甲骨こういうね肩甲骨をですねこう 前に突き出すように大きく、ですねよくこういうふうにこう持ってくるバッターの方いらっしゃいますけどこれを肩甲骨を <laughs> で自然に構えるただ、こうして持つだけじゃなくて、はい、こうして、ぐっと前に突き出して大きく前に出してそして構えるこう,いう形です、ね、こういう形で構えてくださいそうするとバットがすごく軽く感じますバットを握っている感じが感覚がすごく、ね、楽になります軽く持てると。 いうことで、えー、力みの原因というのを解消されますので、えー、こうするとかなりバットが軽く持ってます。ぜひ試してください。